ようこそサウンドデザインラボや DK です。今回は2023年を総括、買って良かった機材、良くなかった機材、やっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つは買って良かった機材で、もう1つは買って良くなかった機材、そしてあと1つは2023年の機材事情を総括。皆さん去年も一昨年もあれだけ言ったのに、今年もたくさん機材を買ってまた貯金できませんでしたね。 DK もです。買っても買っても尽きない機材欲、今年もまたまたたくさんの機材を買いました。ということで今回は DK が2023年に買った機材の中から買って良かったもの、良くなかったものを理由を含めて徹底的に解説していこうと思います。それと2023年の機材事情はどうだったかも1年を振り返りながら解説していこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。まずは今年買って良かった機材から解説します。良かったもの1つ目はイーブンタイドの H90 です。毎年8月の誕生日付近で高額機材を買うようにしてるんですけど、今年の高額枠はこれ、もうほんと最高です。買って良かったポイント1つ目はやっぱりイーブンタイドのクオリティは半端ないところ。もともと H9 をずっと使ってたんで、イーブンタイド製品の良さは知ってたんですけど、 H90 でもそのクオリティは健在で、特にピッチ系のエフェクトに関しては他に選択肢がないくらい上質なんですよね。そしてもう一つ良かったところは H9 から違和感なく移行できたところ。というか H9 からかなり進化しててやれることも増えまくったんで、音的には違和感なくというかパワーアップして移行できたんですけど、さらなる使い方に関しては結構いろいろ悩んでます。まあでもこれは嬉しい悩みですよね。こういうのをつくじって頭悩ましてる時が一番楽しいです。H90 はすでにアップデートが入って新しいアルゴリズムが追加されたし、今後の進化も楽しみなペダルです。続いて買って良かったもの2つ目はボス BP1W です。こちらは先日動画でも特集しましたが、一見地味なペダルに見えて結構遊べるし、今年一番の当たりペダルだった気がします。買って良かったポイントはこれを使えば DK でもジョン・イーシャンテンくらいにはなれるところ。これはもうボス公式から CU1 のプリブを抜いたペダルの発売って待望だったじゃないですか。クオリティも折り紙付きっていうか、そら公式が作ったものなんで音も本物ですよね。しかもジョン・フルシアンテになれるペダルって期待を軽く超えてきて、いろんな使い方ができるブースタープリアンプの新定番になれるペダルなんで、まだ持ってないよって方はほんとマジですぐ買った方がいいと思います。これは DK もメインボードに入れたいペダルなんで、今なんとかスペースを空けられないかいろいろ試行錯誤しています。そして最後買ってよかったもの3つ目は DTM デスクです。これは買ったっていうか作ったものになるんですけど、ほんと作業性が全然違う作ってよかったって機材になります。まあこれまでの机よりサイズが大きくなったんでそれもあると思うんですけど、やっぱりラックマウントのスペースって便利ですね。おかげでケンパを使う機会が増えたし、日頃のハンド作業もかなり楽になりました。こちらは DIY 初心者でも簡単に作れる方法を動画で公開してますので、ぜひ皆さんもお正月休みを使って作ってみてください。とここまで買って良かった機材を紹介してきたんですけど、他にも今年買ったものだとエキゾチックのワウも良かったし、案件でもらったやつなんで買った機材ではないんですけど、 KES のパワーサプライも良かったりと、結構当たりの機材が多かったんですよね。ただその反面やっぱり良くなかった機材もありました。ではどれが良くなかったのか、続いてはこちら。続いては買って良くなかった機材を解説します。といっても今年は機材を買うとき結構精査して買ったんで、あんまり外れの機材に当たってないんですよね。そんな中残念ながら外れた機材1つ目はゾマーのケーブルです。こちらはメインボードのパッチの入れ替えとメンバー限定動画の撮影用に SC カーネルとゴブリン、あと XXL の細い版 XS を買ったんですけど、どれもいまいち DK にはハマりませんでした。といってもどれも悪いケーブルではなかったんで、これが好きって方も絶対いると思うんですよね。ただ DK にとっては初めて XXL を使った時ほど感動がなくて、それ以上に一緒に買った親でのゴクボソシールドの方がハマったんで、これらは残念な結果になってしまいました。中でも XS はちゃんと XXL の音がしたんですけどね。XXL に比べて若干レンジが狭まるのが残念でした。あとゴブリンも白いケーブルってかっこいいんで使いたかったんですけどね。どうしても中音域ばっかり強調される音が好きにならなくて、残念ながら不採用になりました。まあ無敵だと思ってたゾマーも全部が全部そうではなかったってことなんですけど、 XXL はお気に入りなんで今後も使っていこうと思います。続いて良くなかった機材2つ目はニーワーのカメラアームです。こちらは楽器用の機材じゃなくて撮影用の機材なんですけど、まあ大外れをぶっこきました。まずねクランプ部分がでかすぎるんですよ。挟むところがでかいってのもそうなんですけど、ネジを締めるための取っ手がでかすぎるんですよね。なんか狭いところでもうまく回せる仕様になってるんですけど、いやそもそもこんなでかかったら狭いとこ入らんてって話なんですよ。
あとアームを止めるところがネジ式になってるんですけど、これが脆くてすぐネジ穴がダメになりました。もう本当にニーワーの他の製品は割と使えてたんで、ニーワー信じてたのにって気分です。これも残念ながら返品期間が過ぎてるんで、ネジ穴を開け直したり魔改造してどうにか使ってやろうと思ってます。まあね、クランプがでかいとか買う前だとわからないことも多いんですけど、もう少し慎重になればよかったです。と、ここまで買ってよくなかった機材を見てきたんですけど、今年は他にもたくさんの機材が発売されましたよね。ということで今年の機材事情はどうなったかも合わせて見ていきましょう。最後はこちら。最後は2023年の機材事情はどうだったか振り返りながら解説します。今年の機材事情を一言で言うと、オス当たり年だったと思います。待望の CE1 プリアンプはもちろん、ラックディレイの名機のフロア型や新型のノイズサプレッサー、あと50周年記念のペダルは3000台が即完売と、上げるとキリがないくらい今年はボスの話題が多かった印象です。DK も実際にいくつか買って使ってみたんですけど、どれも音も使い勝手も良くて、昔のボスっていまいちだよねなんて印象はもう誰も思わないんじゃないかなってくらいに仕上がってたと思います。また今年の最後に IR ローダーを出してきたりと、まだまだとどまることを知らないんで、来年もワクワクさせてくれるはずと期待が止まりません。一方で他のメーカーはどうだったかというと、実は去年のこの企画でもう新しいものを一から作るのは難しいんで、人気モデル更新の流れは避けられないんじゃないかって話してるんですけど、今年も DK の予言は当たったと言っていいのではないでしょうか。例えば当たり年のボスで言えば、定番機種 NS2 の進化版が発売されたり、 RV500 のコンパクト版 RE200 も発売されましたよね。そしてライン6で言えば、大人気 HX シリーズのコンパクト版 HX1 を出してきました。あと、なんといっても年末の話題をかっさらった、ケンパーのプロファイラープレイヤーですよ。これはすでに注文した方も多いですよね。こんな感じで人気機種の更新の流れがあったと思うんですけど、その中でも特徴的なのが、更新されるとコンパクトになるっていう流れだと思います。機能を縮小したと言えば聞こえが悪いんですけど、その分サイズも値段も下がってるんで、今後は憧れてたけど手が出せなかった機材に触れやすくなる機会も増える気がします。と、今年は去年以上に明るい話題が多かった気がするんですけど、その反面暗い話題も去年以上に多かった気がします。その一つはまず円安ですよね。こいつのせいで海外からの機材は軒並み値段が上がりました。これまでも日本の代理店が絡むと価格が跳ね上がるってことはあったんで、そういう時は海外から直接買ったりしてたんですけど、円安となるとそうやっても安く買うことはできないんで、今年は本当に苦労した気がします。あと転売も去年よりさらにひどかったですよね。まあ転売の話が広まるにつれ、年々手を出す人が増えるのは仕方ないところもあると思うんですけど、転売が増えたのって他にも理由があると思うんですよ。その一つが物価の高騰かなと思うんですけど、もういろんなものの値段が上がりすぎて、転売でもやってないと好きなものも買えないっていうか、生活もできないわって方もいたと思うんですよね。と言ってもだからって転売が許されるとは思ってないんですけど、他にもメーカーが限定品出しすぎなのも理由の一つだと思うんですよ。もちろんレアなパーツ使ってるから生産数が限られてくるとか、手作業にこだわってるんで作れる数に限界があるって事情もあるとは思うんですけど、とはいえ限定品って歌うことでそれを担保にしてるところも間違いなくあるじゃないですか。もし全くしてないって言うんだったら数量限定でもそれを言わずに販売してもいいわけで、言わなければ争奪戦もここまで激化しないと思うんですよね。それに限定品を販売すること自体悪いとは思わないんですけど、どこも限定品出しすぎだと思うんですよ。出すなら出すでもっと転売対策してくれればいいのにと憤りを感じてるのは DK だけじゃないと思います。まあ何にしても情勢が悪いですよね。なんかメーカーもユーザーも苦労した年でもあった気がします。あと楽器界隈で言うと今年も去年以上に炎上が多かったですよね。やれギターの音はピックアップでうんぬんとか、レモンオイルはなんちゃらとか、悪いことしたのにまともに謝らねえとか、まあ騒がしかったですね。一部では楽器系 YouTuber は全員信用ならんと言われるようになったみたいなんですけど、一緒にされるのは心外なところもありますよね。って言ってもね、うちは違うって口で言っても何の証明にもならないんで、当チャンネルはできることをただ真摯にやっていこうと思ってますので、ぜひ来年もご視聴よろしくお願いします。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。今回は2023年買って良かった機材と良くなかった機材、今年の機材事情を解説してきました。皆さんは今年1年どんな年だったでしょうか。 DK は個人的なニュースで言うとエフェクターボードに出演させていただいたりって、思い返してみると収録も出演も今年なんですね。なんか去年だった気がするってくらいいろんなことがあって、皆さんのおかげで充実した1年を過ごすことができました。きっと来年もこうやって動画出してると思いますので、ぜひ皆さん変わらぬ応援よろしくお願いします。ではこの動画が面白かったよとか参考になったよとか、だから何勝手に今年も終わる感出してんだよ、いい加減今年は48時間年越しライブ配信やるんだよと思っていただいた方は、
ぜひチャンネル登録と高評価、X のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。良いお年を。